アップアップガールズ2期の中川千尋と佐々木ほのかです。はい、今日は原署で2人で初めてのイベントでした。初めて2人でイベントやったんですけど、なんかもうステージに私とほーちゃんの2人しかいないんで、なんかあーワクワクドキドキみたいな感情がずっとね、ずっと緊張してて、なんかずっとなんか頭の中がぐるぐるしてました。でもそんな中でも今日たくさんの方に見ていただいて、アップデート2期のことをたくさんの方に広めたと思うので、これをちゃんと3月23日のマイナビブリッジ赤坂につなげていきたいと思います。はい、ほーちゃんどうでした？私が本当にこうやってもう素晴らしい、ね、ハロプロさんのこのグッズが売ってあるという素晴らしいところでライブができて、本当に本当になんか決まった時本当に私鳥肌立っちゃったんですよ。なんかびっくりして、なんかもう泣くか喜ぼうかどっちにしようかなみたいな、本当にそのぐらいやばくて、元も混乱してて、でこうやって2人で歌う歌割りも増えたし、立ち位置とかも考えないといけなくて、 MC とかもそうだから結構めっちゃ緊張とかドキドキとかしたんですけど、すごいお客さんがなんかおいおいとか信じてくれたり、積極的にたくさんいてくださったので、お客さんがなんか結構安心しました。私結構はい、楽しかったね、居心地よかったです。はい、ありがとうございました。って言いたいところなんだけど、はい、ほーちゃん、なんか手に何か持ってない？なにこれ？これ？なに？これは、これちょっとね、こんなかな、ちょっと手口に行こうかな、みたいな。先生、うん、ちょっと、あれ？あ？あ？ほーちゃん。バイバイ、ありがとうございました。